忘れてたの、光。毎年この季節にイチゴ社の身体測定が行われているでしょ。忘れてた。どうしよう。どうしたの？あのね、その…ん？ちょっと体重が増えちゃって。ふん、どれどれ。ゆやちゃん何するの？お姫様抱っこよ。だからなんで？光の体重を測ろうと思ってね。動かないで。そうね、少し増えたかな。やっぱり。ってどうしてわかるの？でもまだ身体測定まで2週間はあるし、今からでもダイエットして体を引き締めることはできるわよ。うん。ねえ、ややちゃん。何？そろそろ下ろしてほしいんだけど。どこに下ろしてほしいのかしら。床？それともベッド？ややちゃん。ストロベリーパニックドラマ CD スピカ編、お姉さまと身体測定。そう、毎年この季節にはイチゴ社の身体測定が行われるんです。身体測定が近づくにつれ、イチゴ社の雰囲気が変わります。みんな少しでもいい結果が出ればと懸命なんです。ある人は身長を伸ばそうと牛乳をたくさん飲み、誰が身体測定までに身長を伸ばす部の活動として、身体測定当日まで毎日2リットルの牛乳を飲み続けることに決定しました。パチ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 。2リットル？チカル様、身長伸びるより先にお腹壊しますよ。パーシバル、牛乳大好き。乾杯。乾杯。美味しいわね。はい、もう一杯。もう一杯って。パーシバル、もう一杯。ダイエットを始める人もたくさんいます。今日からおかずを一品減らすわ。私も夜食は控えますわ。お肉は避けた方がよろしいかしら。いつもは賑やかな食堂も身体測定が近づくにつれて閑散としていきます。あー、おいしい。なぎさちゃん、どうしたの？たもんちゃん、あんまり食べてないね。ご存知と思いますけど、2週間後いちご社の身体測定があるんですよ。うん、知ってるよ。大丈夫ですか、なぎさお姉さま。そんなにしっかり食べてしまわれて。大丈夫だよ、千代ちゃん。身体測定までまだ2週間もあるんだよ。あの、2週間しかないのですけれど。大丈夫だって。今お腹いっぱい食べても平気平気。そうですか、なぎさお姉さまがそうおっしゃるのでしたら。あ、ともちゃん、千代ちゃん、それ食べないならちょうだい。どうぞ。おいしい。まあ中には例外もありますが、身体測定に向けていちご社の皆さんはいろいろと大変なんです。試験の前の一夜漬けみたいなものですね。そういう私も。身体測定に向けて体を少しでも引き締めるため、朝と夕方ややちゃんと一緒にアストライアの丘の湖の周りを走ることにしました。もうダメ。
いちご社の身体測定まで2週間しかないのよ。でも苦しくて。まだ走り始めたばっかりじゃない。だってあっという間に筋肉痛に。後でマッサージしてあげるわよ。マッサージ？そう、筋肉痛にならないようにね。じっくりと念入りにね。ややちゃん。なんでもないわ。光先輩のマッサージなら私がして差し上げますから。つぼみちゃん。何を突然出てきて。今日から私も光先輩のトレーニングにお付き合いしますね。なんでよ。あら、やや先輩はどうぞ先にいらしてください。私は光先輩のペースに合わせて走りますから。あのね、つぼみ。いや、張り切っているようだね、子猫ちゃん。奇遇ね、こんなところで会うなんて。玄城先輩、木屋敷先輩。うわ、出た。やや君、失礼だよ。まるで天然記念物の雷鳥に出会ったようなその反応は。十分天然記念物じゃない。そうね、要の美しさは天然記念物級ね。保護に値するわ。身体測定に向けてダイエットかい、光？はい。かわいいことね、要。ああ、実にかわいいな、もも。みしかも私に似合う女性となるためだなんて、実にいじらしい。いえ、健丈先輩のためでは。だがいいんだよ、そんな努力をしなくても。クジラを知っているかい？はい。ではイルカは？知ってます。やや先輩、健丈先輩は何をおっしゃろうとしているのですか？私にわかるわけないでしょ。では光、クジラとイルカの違いを知っているかい？違い？大きさですか？そう、大きさが違う。他には？思いつかないのかい？それで正解だ。え？クジラとイルカは大きさ以外に違いはないんだ。同じ生物が大きければクジラ、小さければイルカと呼ばれる。本当ですか？へえ、そうだったんですね。そろそろ行ってもいいですか？走っている最中だったもので。私の悪い面が出たな。要は奥ゆかしいから。奥ゆかしい？さあ行こう光。あ、うん、失礼します。あ、光先輩待ってください。奥ゆかしいゆえ、どうもストレートに物を言うのは苦手でね。つまり大きさが違っても本質的には何も変わらないということだ。要の言葉はいつも鋭く世の中の真実をえぐるわ。光という存在の本質を私は知っている。だから私のために無理をしてダイエットをすることなどないんだ。多少ふよふよだとしても私は構わないよ。いや、むしろ多少ふよふよの方が好みかもしれない。喜ばしいとも言える。あの二人、何が言いたかったんでしょう。あのね、いつもよくわからないことを言ってくるの。放っておきなさい。ダメよ、まだまだ。そんなに強く。力を抜くのよ、光。ダメ、ややちゃん、痛い。我慢して、光。すぐに気持ちよくなるわ。でも、ダメ、痛い。もっと優しくして。やや先輩、
そろそろ私が変わります。まだ私がマッサージしてる最中よ。光先輩、痛がってるじゃありませんか。私がもっともっと優しくマッサージして差し上げますから。あのね、つぼみ、第一、私と光の部屋になんで勝手に入ってきてるのよ。光先輩のいらっしゃるところにはどこへでもお供します。そうじゃなくて、あの二人とも喧嘩は、すみません。やや先輩、ここは光先輩に免じて二人でマッサージをするというのはいかがでしょう。まあいいわ。では上半身は私が、下半身をやや先輩が、途中で交代するということで。わかったわ。あの二人とも私の意見は。さあ横になって。横になってください。いいの、光は何も言わないで、すべて私たちにお任せください。はあ、光先輩の肌の弾力素晴らしいです。こうやって目をつぶると光先輩の肌の感触がより一層感じられる。少し汗ばんだ疲労で硬くなった筋肉、ほぐしがいがあるわ。そう、目をつぶると光の肌の感触がもっともっとこの指に感じられる。光先輩が私のマッサージで気持ちよさそうに。もっと、もっとして差し上げますわ。私のマッサージに光の吐息が漏れる。はあ、胸が熱くなる。マッサージは肩から背中、腰、そして、マッサージは足首からふくらはぎ、太もも、そして、これは光先輩の手の感触。これは光の手の感触。光先輩が私の手をそんなにさすってくる。光が私の手をそんなにもさすってくる。光先輩の滑らかな肌が優しく私の手をさする。なんて気持ちがいいのでしょう。光が私の手をこんなにも優しくさすってくれるなんて、気持ちがいい、嬉しい。もう我慢できませんわ。もう我慢できない。光先輩、光、ややちゃん、つぼみちゃん、どうして抱き合ってるの？え？私、どうしてやや先輩と？どうしてつぼみと？マッサージが終わったと思ったら二人で抱き合って、何があったの？なんでもありませんわ。そうです。ジョギングだけじゃダイエットの効果は少ないかもしれませんね。私が絶妙なカロリーコントロールをしてダイエットのお手伝いをして差し上げます。私だって、もっと光のダイエットの手伝いをするわ。トレーニングの種類を増やしてビシビシしごくから。いいでしょう。どちらがより光先輩のダイエットに貢献したか勝負です。望むところよ。負けるもんですか。勝負って、早速今日の夕食からダイエットメニューにします。光先輩を見事に痩せさせてみせますわ。光、聖歌隊の練習が終わったらジョギング、腹筋、スクワット、ウサギ跳び、タイヤ引き、絶対に痩せさせるから。私、そこまで本格的にやらなくてもいいんだけど。いざ尋常に勝負。
の二人とも、私の意見は。あら、どうしたのかしら、みゆき。お昼だというのに、食堂にあまり人がいないわ。もうすぐ、いちご社の身体測定だから。身体測定？そう、それで。あら？どうしたの、シズマ。身体測定があるというのに、いつもと変わらない子もいるわね。え？ほら、あそこ。なぎさお姉さま、なに、ちおちゃん。いいえ、なんでもありません。なぎさちゃん、もうそのぐらいにしておいた方が。たまおちゃん、食べないならそれちょうだい。おいしい。どうしたんですか、ちかるお姉さま。もう牛乳飲み飽きちゃったわ。ねえ、そういえば私たち、どうして毎日2リットルも飲んでいるのかしら。チカルお姉さまが言い出したんじゃ。毎日牛乳飲んでも、そんなに急に身長が伸びるわけないわよね。パーシバル、伸びてるの。え？今日は聖歌隊の練習はここまでにします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さーて、聖歌隊の練習も終わったし、ひかり、今日もトレーニングよ。あれ、ひかり、どこに行ったの？スターブライトを借り、ババを行く天音先輩。風にその髪が凛々しくなびき、躍動する体はいつしかスターブライトと一体化して風になる。私が少しでも身体測定までにダイエットをして体を引き締めようと思ったのは、天音先輩に少しでも外見だけでも近づければという思いから。もちろん天音先輩は天使のように凛々しくて素敵な方だから、ちょっと頑張っただけじゃ近づけないというのは分かっているんだけど。ひかり、天音先輩。考え事をしてたのかい？え、私がこんな近くに来ても気づいていないようだったからさ。すみません。謝ることないよ。一体何を考えていたんだい？そんな、まっすぐな瞳で、天音先輩に見つめられると、私、ドキドキして、変なこと言ってしまいそう。その、天音先輩の、ん？そんな優しく見つめられたら、スターブライトのことを考えてたんです。スターブライト？この馬のこと？そのスターブライトは体が引き締まってて綺麗だなって。ああ、そうだね。スターブライトはいい体をしている。張り詰めた弦のように美しい音色を奏でる筋肉、脂肪を極限まで減らし、ギリシャの彫刻のように引き締まったボディ、美しいよ。天音先輩もそういう体型がいいんですか？ん？ああ、そうだね。そうなんだ。それぐらいがよく走るから。無駄なく引き締まった体がいいんだ。そろそろ戻るよ。あ、はい。練習頑張ってください。はっ。天音先輩、ひか
聖歌隊の練習が終わったらトレーニングって言ったでしょ。ややちゃん、さあトレーニングトレーニング。そうだね、ややちゃん、私頑張るから。頑張ってダイエットする。無駄なく体を引き締めるよ。どうしたの？やけにやる気になってるわね。何かあったの？何もないよ、何も。ややちゃんの特訓が終わったのはもう日も落ちて真っ暗になった頃でした。今から夕食です。体中が痛い。ちょっと張り切りすぎたかな。ややちゃんもまるで鬼コーチだし。ううん、これでいいのよ。身体測定まで頑張らなくちゃ。あまね先輩の好みの体型になるために。光先輩、こっちです、こっち。つぼみちゃん、光先輩のために絶妙にカロリーコントロールしたお夕食を用意しておきましたから。この食事すごく量が少ないね。摂取カロリーが消費カロリーを下回らないといけませんから、今日の運動量から計算するとこれぐらいがちょうどいいんです。足りなくないかな。いいえ、これでいいの。無駄なく引き締まった体になるために。天音先輩の好みの体型に。光先輩、ありがとう、つぼみちゃん。いいんです、お礼なんて。早く食べないと冷めてしまいますから。いただきます。ごちそうさま。お粗末さまでした。では朝食もちゃんと計算したものを用意しておきますね。よろしくね。おやすみなさい。おやすみなさい、光先輩。トレーニングで疲れた体を休めようと早々にベッドに入ったのですが、疲れた。なのにお腹が空いて眠れない。でもこれでいいの、体重を減らすんだもの。光があれだけやる気になってるんだもの、私も全力で協力するわよ。ちょっと丸めの光も可愛いけど、ほっそりしてるのもいいのよね。それにしても光の手かと思ってさすっていたらつぼみの手だったなんて、私としたことは。でもあの子の手気持ちよかった。何言ってんのよ、私。熱っ！ふう。光先輩、身体測定に向けてやる気満々です。私もできる限りお手伝いします。それにしても、光先輩の手かと思って喜んでしまいましたわ。まさかやや先輩の手だったなんて、私としたことが。でも、やや先輩の手、気持ちよかった。って、そんなわけないわ！私は光先輩一筋なんだから！身体測定がもうすぐなのに、夜中にチカルお姉様の部屋に集まって、クッキー食べてていいのかな？大丈夫、直前になって慌てたって何にもならないって。レモンちゃんの言う通り、食べたい時に食べて飲みたい時に飲むのが肉体的にも精神的にも一番いいのよ。パーシバル、クッキーもう一枚食べるの？はい。待って、身体測定ときたら。おう、どうしたんですか、チカルお姉様。突然考え込んだりして。パーシバルはあげないの。
いや、それは別にいらないと思う。いちご社、何でも調査部発足！シスターに見つかったら怒られちゃいます。いちご社何でも調査部、調査開始よ。何でも調査部？調査？そう、誰がいちご社で一番スタイルがいいか調査するの。今度の身体測定のバスト、ウエスト、ヒップに身長、体重、全てのデータを手に入れて多角的に判定して、いちご社のセクシークイーンを決めるのってどう？あの、決めてどうするんですか？私の止めどない好奇心が満たされるの。ああ、自己満足ですか。パーシバルが一番セクシーある意味そうね。その毛並み、たまらないわ。ねえ、カナメ、もうすぐね、身体測定。ああ、光の気持ちを私に向けさせて、アマネとの中にヒビを入れるチャンスだ。でもどうやってヒビを入れるの？久しぶりにあれをやろうかと思うんだ、モモミ。あれって、まさかあれ？そう、あれだ。カナメのあれが久しぶりに発動するのね。カナメがあれをするのって、もしかして私と出会った時以来かしら。そうだ、モモミと出会った時以来だね。あれには驚いたわ。私の心は一瞬で奪われた。光はそれほどの相手ってわけね。全てはエトワール戦のため。光の心を奪い、アマネのエトワール戦出場を阻むため。あれなら光もイチコロだものね。そうだ、イチコロさ。私たちの栄光の未来のために、エトワールのために。楽しみだわ、カナメ。私もだよ、モモミ。身体測定まで特訓の日々が続きます。トレーニングに次ぐトレーニング。もっと足を上げて、地面を蹴って。腹筋はあと30回、その後スクワットよ。はい。体を引き締めるため、アマネ先輩の好みの体型になるため。いただきます。ごちそうさま。お粗末さまでした。ややちゃんもつぼみちゃんも協力してくれているし、疲れてもお腹が空いても私頑張る。疲れた、お腹すいた。でもこれでいいの。きっとアマネ先輩も。そしていよいよ明日がイチゴ社の身体測定の日となりました。談話室にみんなが集められます。うぅ、どうしたんですか、渚ちゃん。どうなされたんですか、そんなにうなだれて。どうしよう、タモちゃん、チオちゃん。身体測定があるからバストがどんどん大きくなったらいいなぁなんてパクパク食べてたら、体重がどんどん増えちゃったの。あの、それでバストの方は。なぎさちゃん、お気の毒に。で、体重の方は一体どれくらいに。あ、始まりますわよ。何が始まるの？お話聞いてなかったんですね。
明日の身体測定の測定係を決めるんですよ。それでは恒例のくじ引きにより測定係を決めたいと思います。決めるのは身長、体重、スリーサイズ、初期の合計4人です。ミアトル、スピカ、ルリムの順番に引いてもらいます。もうすぐ天音先輩がくじを引く番。もし天音先輩が測定係になったりしたら、生まれたままの私の肌に天音先輩の手が触れる。ちょっと嬉しい。あ、いや、ダメ。だって天音先輩が測定係になったら、他の人たちの体もいっぱい触ることになっちゃうもの。では、大鳥さん、引いてください。はい。大鳥さんのくじは外れです。では、次の人。はい、ヨヨちゃん。測定係になれますように。できれば3サイズの光を念入りに測定できますように。えい、外れです。ああ、では次の人。はい、つぼみちゃん。測定係になれますように。できれば3サイズの光先輩を念入りに私の手で測定できますように。イエーイ、外れです。はあ、では次の人。こうして順番にくじを引いて、明日の身体測定の測定係4人が決まりました。それでは結果を発表します。登場してください。なんその子。身長を測る係はルリムの日向絆さん、スリーサイズを測る係は同じくルリムの源力会長、体重を測る係はやはりルリムの夏目レモンさん、そして最後にルリムの白檀かごめさんに初期係をしていただきます。私たちついてるわね。本当にただの月なんでしょうか。全員のナース服まで用意してあったし。わーい、ナース服ナース服。ね、似合ってる？パーシバルもナース服。では明日は朝10時より測定を開始します。皆さん時間に遅れないようにしてください。いよいよ明日は身体測定。最後の最後まで気を抜かずにダイエットのためにトレーニングを続けます。どうしたの？光、立ち止まって、ちょっとめまいが。疲れた？今日はこれぐらいにして切り上げよっか。大丈夫、大丈夫だよ。光、最後のトレーニングを終えて、食堂で最後の晩餐です。ごちそうさま。光先輩、ほとんど召し上がってませんけど。うん、食欲ないから。つぼみちゃん、ごちそうさま。光先輩、ついに明日、要のあれを使う日がやってくるわね。ついに私のあれを使う日がやってくるね。待っているがいい光、私のあれを。カナメ、明日が楽しみだわ。モモミ、明日が楽しみだよ。
当日です。午前10時、みんな測定が行われる談話室に集まります。まずは身長を測ります。少しは伸びてるかな。各自入り口で用紙をもらって名前を書いてください。身長はこちらで測ります。順番に並んでくださいね。ここに並ぶのね。まずは身長。少しは伸びてるかしらね。光先輩、伸びていなくても気を落とすことはありません。大学生になってからも身長が伸び続ける人も世の中にはいるんです。そうだね。それにしても光先輩、今朝もご飯をお召し上がりになられませんでしたが、大丈夫ですか？そうなの？うん。身体測定が終わったらお腹いっぱい食べるよ。それならいいんですが。光の番よ。はい、光様、靴を脱いでここに上がってくださいね。柱に背中をつけてください。もう少し顎を引いて。はい、身長を測ります。もういいよ、かごめちゃん。はい、ここに書いたの。ありがとう、かごめちゃん。はい、よかった。ちょっとだけど伸びてる。私が指導したトレーニングの成果ね。私がカロリーコントロールした食事の成果ですわ。そうだね。かごめちゃん、ナース服似合うわね。あれ、かごめちゃんが身長のところで初期係してるなら、体重測定とスリーサイズの初期は誰がやってるの？ポーシバル。ぬいぐるみが？それとナース服。服が？それとデヒティネ。それ誰？身長の次はスリーサイズです。私の体は引き締まったでしょうか。天音先輩の好みの体型に、スターブライトのように。スリーサイズの測定はこっちに並んでね。じゃあ天音さん、測りますよ。はい、よろしくお願いします、源会長。チカル様が天音先輩のスリーサイズを測ろうとしてる。じゃあ服を脱いでくださいね。天音先輩が服を脱ごうとしてる。天音先輩はあれ、なんか目の前が真っ光先輩。あれ、私、光先輩、ここ医務室。談話室で倒れたの。先生が疲労と栄養不足だろうって。ごめんなさい、光。私が無理なトレーニングをさせすぎたせいだわ。ややちゃん。いいえ、やや先輩のせいじゃありません。私が無理にダイエットをさせてしまったから。ああ、こんなことなら毎日3食お腹いっぱい食べさせていれば、ついでに夜食もおやつも。つぼみちゃん。つぼみのせいじゃないわ、私のせいよ。いいえ、私のせいです。やや先輩のせいじゃありません。私のせいよ。私のせいですってば。聞き分けのない子ね。聞き分けのない先輩ですね。ややちゃんのせいでもつぼみちゃんのせいでもないよ。光先輩、私のせいだよ。私が自分の体調も考えないで無理したの。二人のせいじゃないよ。二人は身体測定に戻って、私しばらく横になってるから。うん、はい。無理して
トレーニングしてダイエットして、結局あまね先輩の好みの体型に慣れたのかな。慣れてたとしてもそれが何なんだろう。それであまね先輩に近づけるなんて、そんなこと。ももみ、光はどこだ。姿が見えないわね、かなめ。体重が。なぎさちゃん、たまたまですわ、たまたま。ここのところ、気温が高いから。光がいないと、私のあれができないではないか。困ったわね、かなめがあれをすることができないわ。あまねの姿もないな。スリーサイズが。たまたまです、たまたま。私は医務室のベッドに横になって窓の外を見つめています。まばゆい太陽の光、青い空には雲が流れ、小鳥が飛び、木々の緑が、窓のカーテンが風に揺れています。不思議と冷静に考えることができました。ここ何日も私は熱に浮かされたようになっていました。体型さえ天音先輩の好みになれば、少しは天音先輩に近づける、そう思っていました。でもそれは錯覚でした。天音先輩は外見で判断するような人じゃない。本当に天音先輩に近づきたければ、私は外見じゃなくてもっともっと内面を磨かなければならなかったのに。天音先輩。なんだい、光。天音先輩、体は大丈夫、光？大丈夫です。どれ。あまね先輩の手が私の額に。熱はないみたいだね。あまね先輩の手、冷たくて気持ちがいい。少し顔色が悪いようだけど。ちょっと疲れてて。そうだね、少しやつれているようにも見える。光はもっと食べた方がいいな、軽すぎるよ。え、私が医務室まで運んだんだ。突然倒れたから驚いた。そうなんですか。天音先輩が私を。でもさっきややちゃんとつぼみちゃんしか。ああそうだね、あの二人に看病を任せて、私はその間に身体測定を済ませてきたんだ。光の気分が良くなるまでここにいられるようにね。天音先輩。光のそばにいたい。早くいつもの元気な光に戻ってほしい。天音先輩。あ、そうだ、寝汗をかいてるね。着替えを持ってきたよ。ありがとうございます。手伝おう、着替え。体が思うように動かないんだろう。私がやってあげるよ。でも。こういう時くらいは私を頼ってくれないか。はい。天音先輩は優しく私の服を脱がして、体を拭いて、そして着替えさせてくださいました。天音先輩の手が
私の肌に触れて恥ずかしかった。でもこの胸の熱さと高鳴る鼓動は恥ずかしさのせいだけじゃないと思います。パーシバル 450g。 よかったね、少し増えたよパーシバルの体重。パーシバルは成長期。成長期？これで全員身体測定が終わったわね。はーい。じゃあ今晩セクシークイーンを発表するわよ。消灯後私の部屋に集合。はい。あれ、身体測定が終わったらあっという間に食堂がいっぱいになったわね。みんな我慢してたのよ。あら、渚？渚ちゃん、さすがにちょっと食べ過ぎじゃん。渚お姉さま、お腹壊しますよ。あんなに体重増えてたんだもん、もうどうでもいいよ。やけ食いだよ、やけ食い。やれやれ。あんなにジタバタして本当に可愛いわ、渚。かわいいわ。かわいい。そして身体測定の夜は更けていきます。結果発表。わー、すべての測定結果を検討した結果、セクシークイーンが決定しました。わー、誰に決まったんですか？やっぱりエトワール様？あの豊満なボディはたまらないわね。レモンちゃん、おじさんみたい。いや、もっと意外な人かもしれないよ。例えば、トウモリ会長は？脱いだらすごい。でも、脱いだらすごい。パーシバルも脱いだらすごいな。パーシバルが何を脱ぐの？顔かな。あ、想像しちゃったよ。パーシバル脱がせるの。やめて、カゴメちゃんやめて。それではセクシークイーンを発表します。はい。第1回いちご社何でも調査部セクシークイーンコンテスト。コンテスト？優勝者は、じゃじゃーん！ルリムが誇る美貌の生徒会長、源チカルさんに決定！へぇ？ありがとうございます！謹んでお受けします！ありがとう！みんな、ありがとう！光が医務室に運ばれたなんて。おかげで要のあれが見られなくて残念だったわ。そうだな、久しぶりにあれを使うチャンスだと思ったんだが、まあいいさ、またあれを使う機会はある。その時こそ光は天音のことなどきれいさっぱり忘れて、身も心も私にメロメロになるさ。まあ楽しみだわ、要。私も楽しみだよ、光をこの支柱に収める日が。ねえ、カナメ。なんだい？カナメは光に本気じゃないのよね。何を言い出すんだ。カナメの愛は、本当の愛はただ一つだけ、ただ一人だけに向けられているのよね。ももみ、私の愛はただ一つだよ、ももみ。ずっとただ一人だけに向けられている。それなら、そう、私の愛はずっと一人だけに。
本当に軽かったな、光。目を離すと風船のようにどこかへ飛んでいってしまいそうだ。どこへも飛んでいかないでくれよ、光。私はいつの間にか昼も夜も光のことばかり考えている。おかしいな。どうしてだろう。こんなにも光を求めているなんて。本当にごめんね、光。光先輩、ごめんなさいです。二人とももういいよ。自分の管理をきちんとできなかった私が悪いの。光先輩はなんてお優しいんでしょう。私を気遣ってそんなことを言ってくださって。あんたを気遣ってんじゃないの、私を気遣ってんのよ。いいえ、違います、私です。なんですって。あなた後輩でしょ、そこは先輩に譲りなさいよ。いやいや、先輩こそたまには後輩に譲ったらどうですか。あの二人とも。光は黙ってて、これは私とつぼみ二人の問題よ。そうです、光先輩は黙っててください。じゃあ私シャワーでも。シャワー。天音先輩が拭いてくださった体がまだほてっています。いつか身も心も天音先輩にふさわしい女性になれるように、抱きしめてもらえるように頑張ろうと思います。お、あ、ゆゆちゃん、つぼみちゃん、なんで入ってくるの。しかも二人とも裸で。いいじゃない、背中流してあげるわ。そうです、光先輩、遠慮なさらずに。あ、ちょっとどこ触ってるの。ゆゆちゃん。光、人の手で洗うのが一番肌に優しいのよ。そこは…やや先輩、ずるいです。私も光先輩を洗って差し上げたいのに。早い者勝ちよ。やや先輩が手なら私はこの体で光先輩を洗いますわ。つぼみちゃん、そんな泡だらけで抱きついて、あんまり動かないで。さあ光、光先輩、体の隅々まできれいにしてあげるわよ。さっきまで喧嘩してたのに、そんなところだけ意気投合しないで。いやストロベリーパニックドラマ CD スピカ編、お姉さまと身体測定。キャスト、この花光、松木美優です。前編を通してやっぱり気になったのはあれが気になりました。皆さんはあれは何だと思いますか。行動でしょうか、物体でしょうか。謎です。ありがとうございました。大鳥山根、海田優子です。光の妄想っぷりを楽しんでください。ありがとうございました。なんと、やや桑谷夏子です。私も身長が縮んだ覚えがあります。楽しかったです。ありがとうございました。奥若つぼみ役、野川さくらです。今回のドラマ CD は、つぼみちゃん、あとは、ひかりちゃん、ややちゃんの3人の結構メインなお話になっていて、とても嬉しかったです。そうですね、ダイエットの、テーマがこうあったりと、なんか私自身もすごく興味があるお話でした。今日は聞いてくださってありがとうございました。健丈かなめ役の木下さやかです。はい、あれが気になっています。言った本人が気になって しまったのはね、しょうがないんですけども、はい、かなめ普通の人になりました。はい。楽しく収録させていただきました。ありがとうございます。木屋敷桃美役、後藤沙織です。とても楽しかったです。ありがとうございました。青い渚、中原舞です。今日はすごいいっぱいものが食べれて幸せでした。ありがとうございました。
花園静馬のばためひとみです、今回は通りすがりのようなキャラクターでちょっと寂しかったです。ありがとうございました。鈴見玉尾、比喩が絆、清水愛です。パーシバルの皮を脱ぐとか脱がないとかのくだりがすごくスプラッターでお気に入りです。ありがとうございました。月立千代、斉藤千葉です。今回はヘッドホンで聞いたら相当やばいと思います。楽しんでください。ありがとうございました。六条みゆき役、野田純子です。体を鍛えると体重は減りません。筋肉は重いです。気をつけましょう。ありがとうございました。源ちかる、中島咲です。セクシークイーンコンテストは本当は誰が一番だったのか気になります。やはりカリスマだったんでしょうか。ありがとうございました。夏目レモン役の宮崎由衣です。今回ドキッとする表現がいっぱいあってドキドキしました。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。白檀かごめ役の、福井ゆかりです。ですね、デヒティネの意味が分かりました。猫の種類だそうです。勉強になりました。ありがとうございました。女性と役の岩村琴美です。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございました。女性とやらせていただきました、大見智恵です。今日はどうもありがとうございました。女性と役の大浦冬香です。相変わらずの要先輩の、壊れっぷりに相当笑わせてもらいました。ありがとうございました。以上でお送りしました。うんうん、なるほど、なるほど。レモンちゃん、そんな真剣に何の本を読んでるの？何のご本？恋愛小説よ。キズナちゃんもカゴメちゃんも一緒に読む？パーシバルも読む。じゃあみんなで読もうね。みなよのほてった体からは熟れた果実のように今にも蜜が溢れ出してきそうだった。もうダメ、早く。みなよの唇が熱い吐息とともに口づけをねだった。変わった恋愛小説だね。拾ったの。拾った？みなよを散らすようにさゆりの唇がゆっくりと近づいてくる。そしてさゆりの唇が触れた途端、みなよの体を雷に打たれたかのような電気が駆け抜けた。電気って？電気は電気よ。キスが電気になるの？キスは甘いの。キズナちゃんとカゴメちゃんはお子ちゃまだね。大人のキスは電気が走るんだよ。電気、試してみる？うん、じゃあほっぺにキス。二人でキスしても電気走らなかったね。それじゃあカゴメちゃんのほっぺに電気来ない。そうね、どうしてなのかな。よし、パーシバルとしてみようっと。やっぱり電気走らないね。ビリビリしないの？どういうことなのかな。キズナちゃんとカゴメちゃんがキスしてみたらどう？え？さあ、ドーンとやってみよう！なんか、改まると恥ずかしいね。どう？どう？柔らかいの。おかしいな、何が違うのかな。この恋愛小説には。はあ、どうしたのレモンちゃん。ここここ、この部分どこ？みなよの体を電気が走った後よ。いい？読むわよ。
さゆりの唇が触れた途端、美奈代の体を雷に打たれたかのような電気が駆け抜けた。美奈代の体が幸せな思いに満たされる。うん、それで？これが恋の喜びか。これよ、恋。私たちに足りなかったのは恋だったんだわ。恋、恋？恋をしてキスをすると電気が走るのよ。そうなんだ。ちょっと待って、レモンちゃん、ここよく読んで。ん？さゆりの唇が触れた途端、美奈代の体を雷に打たれたかのような電気が駆け抜けた。雷！雷ってそんなにしびれるの？なんか痛そうだね。恋って大変。痛いのは嫌。あら、なんか賑やかね。恋をするにはまず強くならないといけないのね。でもどうやったら電気に強くなるんだろう。何の話してるの？チカル様、大変です。チカルお姉様、恋すると電気なの。電気？つまり美奈代とさゆりがカクカクしかじか、こういうことで恋をするには電気に強くないとダメなんです。キスは電気ピリピリで、恋はゴロゴロ痛いの。キズナちゃん、レモンちゃん、カゴメちゃん、それ間違ってるわよ。美奈代とさゆりが恋愛を結成？シスターがメイド服？パーシバル宇宙へ。お楽しみにね。